こんにちは、ゆうみです。ごめんなさい、6月分のリーディングがちょっといろいろあってですね、間に合わなくて、今回はもう6月に入ってしまったんですけど、こういう感じで4つね、1,2,3,4 分けるので、好きなところを選んでもらって、そこに並んでるカードから今必要なメッセージ、6月に起こりうる可能性のあるねメッセージなんかを下ろしていきたいと思います。まあ一回このスタイルやってみたかったっていうのもあるんですけどね、他の方の動画で見て、いやそれ楽しそうだなって思ってたのもあるんだけど、今回は単純に私が間に合わなかったせいです。はい、というわけで今ね、女神のカードだけ4パターンね並べてあるんですけど、今からエンジェルのカードね、エンジェルのカード1枚ずつ並べていって、それを表向けるのでね、直感的にあ、このグループだなって思ったところがあったら、それをね、今月の自分へのメッセージとして聞いておいてください。じゃあ並べていきます。はい、1、そっからね、2,3,4、はい、こんな感じで出ています。まあカードの意味とかわからなくてもいいので、ピンとね来たもので選んでください。決まりましたか？決まりましたかね。そろそろよろしいでしょうか。それでは開けていきたいと思います。まずここからね、エンジェルのカードが表すのはチルドレン、子供のカードですね。これはインナーチャイルドっていう意味もあるし、子供心というような意味もあります。で、まあ、出てる女神のカードがシグとハトはですね、まあ、今月あんまり動く時期じゃないっていうのと、自分自身を育んでいくために沈黙をたっ飛びましょうみたいな意味があります。まあ、シグはね、まあ、分かりやすく静かに瞑想して、自分の内にある英知とか、まあ、知恵とかね、そういうものと向き合いましょう、そういう時間ですよっていう感じのメッセージなんですけど、このハトワーとチルドレンが結構いい組み合わせで、ハトワーっていうのは受け入れるとか母性とか豊かさっていう意味のある女神なんですけど、特にここで出てるのが、まあ、さっきも言ったようにインナーチャイルドとか子供心とかがねあるから、自分自身の中でこれまで我慢し続けてきて拭いきれなかったものだったりとか、すごいなんか無邪気に怒り狂ってるみたいな子供のね姿のビジョンが来るけど、そういう自分自身の中で消化しきれていない部分があったら、今月結構イライラすることが多いかもしれないので、そういう時はグッと一旦ね言葉を飲み込んで受け入れてあげる、自分自身はなぜそんなに怒りを覚えているのかとか、焦りを覚えているのかとか、憤りを感じているのかとかね、そういうのを受け入れてあげるっていう瞑想の時間をとってあげるといいと思います。はい、サクッといこうね。次こちらですね、サインです。エンジェルのカードサイン、これはたくさんのねガイドたちからのサポートがサインとなって現れてきてるから、まあ、しっかり受け取ってくださいよっていう意味のカードになっています。でも結構ゆったりパターンかもね。これも女神のカードはアテナとオーナです。オーナちょっと読みづらいけどね、アテナとオーナです。アテナは自分自身が本来持っている知恵を発揮する時が来ましたよっていうのが来てるから、今までね2番目に甘んじてるとか、本当はできるのに誰かに遠慮して表舞台に立ってこなかったとか、そういう心当たりのねある方はそろそろ打開していってもいい時期に来ています。で、まあ、特になんですけど仕事の面っていうのが強いと思います。特に直感力とかを必要とされるお仕事についている方っていうのはその傾向が今月強いようなイメージです。ただしいきなりガツガツ出していくんじゃなくて、まあ、ゆっくり周りの状況を見ながらピンポイントずつ言葉挟んでいくみたいな出し方がいいと思います。まあ、オーナーは焦らずゆっくりとっていう女神なのと、結構女性的エネルギーの強いカードにはなるので、あんまり自己主張するっていうよりも場を取りまとめる
ていう意識でいた方がいいかもしれないです。まあそのためのね、サインもいろいろ降ってきてるっていうメッセージも来てるから、まあ、やりやすいように、自分がね、やりやすいように場を整えるっていう意識を一つね、キーワードとして持っておくといい月なのではないかなと思います。まあもともとそういうの得意な人が多いんじゃないかな、これを選んだ人は。スピリチュアル的な感覚も結構今月は研ぎ澄まされてるので、まあ、ちょっとしたことでもね、偶然と思って流さずに気に留めておくといいと思います。はい、続いてこちらですね。ミラクルズ。これはね、まあそのままあなたに奇跡がやってきますよっていう意味のカードになるんですけど、それと並んでるのがアイリーンとダナなんですよね。そうすると結構しっかりした形で豊かさとかギフトとか才能の開花とかね、何かしらのちょっと大きなメンタル的な変化が現れてくるかもしれないです。あと人間関係とかね、現れてくるかもしれないです。まあアイリーンは平和っていう意味のカードになるんだけど、豊かさとか豊穣とかそういう意味も、まあ、持っているカードになります。まあ、色とかシンボル的にね。でダナはハイプリテスは女性神官、まあ、神官ですよね、のカードになるんですけど、まあ、どっちかっていうとリーダーシップっていう風に今は見ておくといいと思います。ダナはリーダーシップを司る女神でもあります。あと太陽の女神ね、太陽の女神でもありますね。でもこの3枚の並び結構強くて、自分の意思次第でどんな決定でも今うまくいく流れが来てますよっていう感じの取り方ができるんですが、自分の中でもこれがやりたい、あれがやりたいっていう方向性なんとなくあると思うんですよね。このカードが出てる時はもうすでに意識は動いてるんだけど、それに環境がやっとついてきてるっていう感じの状況の時が多いので、もうすでに自分の中で方向性がこれやりたいな、あれやりたいなっていうのがあって、その意思をコミットするっていうプロセスが今月はすごい大事かもしれないです。その流れに持っていくために自分の意思をもっと強く持つとかね、こうやっていきたいんだって声に出すとか、紙に書いてね、視覚化するとかね、そういうことを今月やってあげるともっと早くね現実化できる流れが来てますっていう感じのメッセージになりますので、今月何でもいいので、これやりたい、あれやりたいって思うものがあったら紙にね書いて、いつでも目に見えるようにしておくといいと思います。あと今月特にグラウディング忘れずに、このグループの方たちはね、結構大きくエネルギー動く時なので、流されないためにするようにグラウディングね、ちょっとしっかりするようにしてください。はい、ここでこちらですね。今回は噛んでもそのままいくからはい、こちらです。これはね、自然に帰りましょうとか、もしすごい疲れが溜まってて家の中にこもりきりとか、会社に行きっぱなしとか、まあそういう可能性がねあったとしたらば、まあ、自然の中に帰りましょうとか、一旦自分の心を解き放つために自然と触れ合う機会を設けましょうとかね、そういう意味合いのカードになっております。で、まあ、そうね、全体的にもしかしたらこのグループの方は疲れてる可能性があるね。というのも出ている女神のカードはギネビアとホワイトターラです。でギネビアは多分前回の一星座ずつごとのね、リーディングの時によく出ていて、その時にめちゃくちゃ説明してるので、まあ、ギネビアって具体的に何って思う方は、ちょっとそっちでね、聞いてもらうといいと思うんですけど、結構意味の深いカードです。表面的にはトゥルーラブ、まあ真実の愛ですね。ただ今回これに関してはホワイトタラとセットなので、完全に自己愛だと思ってください。自分自身に対する愛情だとか、まあ優しくするとかね、有害なものを避けるっていう意味合いもすごく強いです。それは人もそうだし、環境もそうだし、思考とか言葉とか食べ物とか家の中のものとか、すべてにおいて、
自分に対して有害なものはもうすべて手放してください。特にホワイトターナーが出る時っていうのは疲れてるとか体の具合がちょっと悪いとか、何をどう頑張ってもメンタル浮上してこないとかね、そういうことが多分にあります。でもそれは自分自身がどんどん繊細になっていく過程で、そういう有害なものが受け入れられない体質になってるっていうのを気づいてあげましょうねっていうところで、それに対してちゃんと対策を取ってあげましょうっていうところになっております。でまあそれでね、これ自然のカードだったんだと思います。まあ、そこにねいるだけでヒーリングが起きるっていうのがやっぱり自然のいいところだし、まあできれば山とか高原とか草原とか夏だしね行ってもらったらすごいいいと思うんですけど、海より山って感じかな今回のこの感じだと。山はチャージのエネルギーがすごい強いんでね、疲れてる時とかはすごいいいと思います。でまあ山のエネルギーいいのかなって思うけど、もしあれだったら川とか、なんていうの、ハス畑じゃないけどハスの花が咲いてるような湖とか池とかね、そういうところでもいいかもしれないで、そういうヒーリング、自分に対して優しくしてあげるみたいなところが今月は必要になってきます。で思ってるよりも疲れてるし、いろいろ溜まってるからデトックスした方がいいと思います。今月はそういう時期となっていそうです。はい、というわけで今月はこんな感じでさらっとねザクッと読んでしまいましたが、まあ4つねグループに分かれてそれぞれメッセージも違ったし、エネルギーも違ったし、ご自身に合った部分のね耳に残ったメッセージだけ残しておいていただければいいと思います。まあこういうねリーディングも面白かった、役に立ったと思ってくださったら、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。来月はまたね12星座別であげたいと思うんですけど、これもちょっと面白いんでね、これはこれでまたやってもいいかなと思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ちょっと短いけどね。バイバーイ。